角度違うんだなと思って。はい、それでは秋山選手から報告をさせていただきます。メディアの皆さん、本日はお集まりいただきありがとうございます。当日のご案内になってしまい本当に申し訳ありません。日程の関係上、少しタイトなご連絡になってしまいました。私秋山翔吾は、昨日、海外フリーエージェント権の行使を球団に伝え申請書を提出しましたことをここに報告させていただきます。ライオンズのファンの皆さんにも、お礼を伝えたくこの場を設けたのことと、9年間、使っていただき一緒に戦ってきた監督、コーチ、選手、本当にチームメイトを含め、チームスタッフの皆さん、そして、球団職員の方々のことを思うと、なんとお礼を申し上げていいか分かりませんけども、こういう決断をしましたので、ここでご報告させていただきます。ライトフリートークです。お願いします。シーズン中からこの話が度々出ていたかと思いますけれども、こう改めて選手の今この投手するというのは表明できて今の心境ですか。時期に関しては8月に海外 FA 権を、取得した時からいろいろメディアの方にはちゃんとしたお返事をできずに、ファンの方も多分モヤモヤされたこともあったと思いますけども、侍ジャパンに来る頭もありましたし、本来であれば27日まで日本シリーズがあることを頭に入れて、そして今回後から合流したメンバーも、昨日が初日の練習ということなので、そこで少し落ち着いたところ、後ろの試合等に差し支えない場所を選んでこのタイミングで報告を、まずできたので、少しホッとしているところもあります。行使するって決めていたのは具体的にいつ頃ですか。この権利を行使しようと思ったきっかけっていうのは、もちろんライオンズで戦ってきた9年間もありますし、侍ジャパンに若い頃から呼んでいただいて海外の選手と戦っていくうちに、やっぱり自分でもさらには最高峰っていうのレベルって言われるメジャーリーグっていうのを意識したので、それが決断というよりはきっかけになったのはあります。国際大会を経験する中で精神を通用するなっていうのもやっぱり多かったんですか。全てが全部うまくいった試合ばっかりじゃなかったですけども、自分のレベルがどれほど通用するのかっていうのを知りたいということと、やっぱ最高峰の舞台で戦いたいっていう思いは強くなっていったので、こういう決断をしました。今のイメージっていうのは、どういうお話が来るかも分かりませんし、自分がどこに行きたいっていうことよりも自分を必要としてくれるところがあるかどうかっていう不安の方が先にあるので、今はそういう、イメージっていうのは特別湧いてないですけど、まずはそういう、自分が行使するっていうのが一歩目だったので、その一歩目を踏めたっていうことが、今日だっていう感じです。ご家族にも話されたと思うんですけど、反応っていうのはいかがですか。妻とは前から少し話はしていたんですけども、子供たちも小さいですし、ただその中で僕の決断を尊重してくれるっていう話をしてくれたので、自分がチャレンジしたいっていう思う方向に、進んできたかなと思います。最後に、海外に挑戦するとなると、自分に向けていくのがまた一つ大事になってくると思うんですけど、そうですね、僕自身この今メンバーに呼ばれて日本代表としてやってるっていうことが、今ここにいる意味だと思ってるんで、世界一になるメンバーになれるように、世界一を取るチームになれるように、そこに全力尽くすだけで、あとのことはもう良くても悪くてもそれが自分の結果だと思って受け止めて、まずはそのチームのためにやりきる大会にしたいなと思ってます。同世代の前田健太投手や田中将大投手がメジャーでも活躍してますけれども、その辺が刺激になったかというのはありますか。
そうですね、まあ、ピッチャーと野手で全く違いますし、まあ、彼らはもう日本でかなり成績を残していっているので、まあ、それでも同級生っていうのは本当に彼らが投げている姿、活躍する姿っていうのは刺激になっているのはあるので、まあ、そういう舞台で戦えるように自分もなれたらいいなと思ってます。今回 FA 権行使にあたって2人に何かご相談されたとかアドバイスとか。いや、直接まあこの講師についての話は全くしてないです。はい。ありがとうございます。今回ですね、まあ東京オリンピックなんですけども、まあメジャーリーガーにちょっと参加難しいと言われていると思うんですけど、そのあたりはどのように捉えていらっしゃいますか。まあそれは日本にいてもメンバーが、まあ今のメンバーが中心になると思いますけど、人数が減るのも分かっていますし。まあ、稲葉監督とも相談させていただいて、まあ、今回の大会に必要だと言っていただいたので、まずはこの大会に尽くすつもりで来ましたし、まあ、このあとどういう形になっていくかわからないので、オリンピックのことは少し考えられてないところもあります。はい。ありがとうございます。